高橋克也は、オウム真理教の元信徒、神奈川県出身。ホーリーネームはスマンガラで、教団が象徴性を採用した後は、徴法省に所属した、オウム真理教事件実行犯の一人として、警察庁に特別指名手配被疑者に指定され、長期間逃亡していた。同姓の高橋正也とは、縁戚関係はない。サラリーマンの父とパートタイマーの母のもと、1958年、横浜市港北区に生まれる、4歳違いの兄がいる。幼少期より両親が長男である兄を自分より大事にしているのではという劣等感を持って育つ。兄は小学校から高校まで進学校に進み、国立大学に進学したが、高橋は特に将来の夢がなく、次男であることから大学進学も諦める。1979年、横浜市の高等専門学校を卒業後、自宅近くの電気関係の会社に就職するが、人間関係がうまくいかず退職。大学でと差別されている兄や両親のせいで大学に行けなかったという思いに悩まされ、精神世界へ救いを求め阿権宗に入信し、瞑想とヨーガの修行を始めるが、ここでもうまくいかなかった。阿権宗には具体的な指導理論はなく、指導者もいないと感じ、道場の世俗的な雰囲気にも馴染めなかった。そんな時に朝原彰晃の著作、超能力、秘密の開発法を読み、興味を持ち春頃には、世田谷の公民館で行われたセミナーに参加。1987年5月に、オウム真善の会に入信し、7月に、全財産である自動車と、現金300万円をオウム真理教に布施して出家。朝原のシャクティパッドを受けて、クンダリニーの覚醒を体験、バクティと呼ばれる奉仕活動に励み、セミナーの準備や新しい信徒への対応、九州支部の設立準備などのワークを精力的にこなし、教団幹部の自動車を運転したり、自動車の整備をする車両班に配属され、若くして教団幹部となった井上義弘の運転手となる。柔道の有段者であることを買われ、朝原の身辺警護を担当する SPS にも所属したが、徴法省に移籍し、井上義弘の補佐役となった。公証人、役場事務長逮捕監禁致死事件では拉致と、遺体焼却の実行犯、地下鉄、サリン事件では、帝都高速度交通営団日比谷線でサリンを散布した、豊田徹の送迎役を務めたとして警察から特別指名手配された。上記の指名手配容疑以外にも会社員 VX、殺害事件における運転役、被害者の会会長 VX 襲撃事件における実行役の補佐役、東京都庁小包爆弾事件における爆弾の起爆装置製造の容疑で起訴された。1996年11月に埼玉県所沢市のマンションに菊池直子、北村光一らと5人で潜伏していたことが判明している。逮捕時に高橋が潜伏していた漫画喫茶、コミックガーデン1996年11月以降は足取りが途絶え、海外逃亡説も取り沙汰されたが、2012年6月3日、神奈川県相模原市で逮捕された菊池直子の供述により、2007年頃まで菊池と生活を共にしていたが、その後は別行動をとっていたことが分かった。逃走中は実在する人物の住民票を悪用し、本人になりすまして生活していた。2011年12月まで川崎市幸区のアパートに潜伏していたが、契約更新に関するトラブルで退去し、その後は2012年6月まで同市、川崎区所在の勤務先、社員寮に転居し、菊池の逮捕後の6月4日に、新聞で菊池の逮捕が報じられると逃亡を再開した。警察が高橋が住んでいた川崎市の社員寮に踏み込んだのは、逃亡から3時間近く経過した後だった。菊池逮捕以降、高橋は最後のオウム逃亡犯最後の一人と呼ばれた。警察は逃亡を続ける高橋を逮捕するために、一般市民から情報提供を呼びかけるべく、職場に提出された履歴書の顔写真を公開した。また警察は顔写真だけでなく、逃走直前に預金ほぼ全額を引き出した。金融機関や職場での高橋の顔が映った防犯カメラの映像、コンビニで弁当と菊池大砲を報じる新聞を購入した際の防犯カメラの画像を公開した。さらに、逃走直前にスーパーで逃走用に購入したとみられる青いキャリーバッグの存在、職場関係者の証言に基づく似顔絵、金融機関から引き下ろした200万円以外にも、菊池の同居人の証言から資金を持っており、数百万円を所持している可能性があること、潜伏先は地方を避けて都会にすべきや、駅や空港には防犯カメラが多いから避けるべきと高橋が、供述していたとする菊池の証言、キャリーバッグを購入したスーパーからタクシーに乗車する際に、足と青いキャリーバッグがわずかに映った防犯カメラの映像、社員寮に夏服がない一方で、冬服が残されていることから何着かの夏服が持ち出されている可能性が高いこと、社員寮に防犯カメラ特集の雑誌が残されており、防犯カメラに関する知識を悪用して逃亡している可能性が高いこと、川崎駅周辺の透明なドア越しに歩く姿がわずかに映った喫茶店の防犯カメラの映像、職場に提出された履歴書や金融機関払い戻し請求書に書かれた筆跡に至るまで連日に逐次公開し、結果として連日にわたって世間の注目を集めることになった。マスコミもこれらの警察の細かな発表だけでなく、捜査特別報奨金制度の対象であることを合わせて報道し、高橋の足取りだけでなく、逃亡手段や潜伏先や心理状況に至るまで専門家が推理、分析し、コメンテーターが論評し、現職の捜査責任者である警視庁、捜査一課理事官が生放送のテレビ番組に出演し情報提供を呼びかけるなど、異例の展開を見せ、劇場型捜査と呼ばれた。市民から有力な内容を含むいくつかの情報が寄せられる中、逃亡開始から17年後の2012年6月15日、午前、潜伏していた東京都大田区西関電の漫画喫茶、コミックガーデンで似た男がいると通報があり、駆けつけた捜査員が、高橋克也の件で捜査していますと聞くと、はい。私が、高橋克也ですと、素直に応じ、連行された蒲田警察署で逮捕された。2011年12月31日、丸の内警察署に自ら出頭した、平田真の逮捕からわずか半年で最後の、オウム逃亡犯である高橋が逮捕されたことで、オウム真理教事件は一つの節目を迎えた。逮捕後の取り調べで、麻原への帰依を否定した、平田や菊池と異なり、高橋は逃亡中に使用していたキャリーバッグの中に麻原の著書や写真、説法の録音されたカセットテープが入っており、また捜査員に対し麻原のことを孫子と呼んでいること、取り調べ中に教団の修行を積めばパワーがみなぎるなどと話していることなどから、麻原への帰依や教団の教えを支えに逃亡生活を続けていたと思われる。地下鉄、サリン事件。東京都庁小包爆弾事件、会社員 VX 殺害事件、被害者の会会長 VX 襲撃事件、交渉人、役場事務長逮捕監禁致死事件で起訴されたが、現場の見張り役として関与した駐車場経営者 VX 襲撃事件については、起訴された2つの VX 事件より、前の事件で VX の効能などを理解していたことを示す、十分な証拠がないとして、嫌疑不十分で不起訴処分とされた。2012年9月24日に、高橋が交渉人、役場事務長の事件で起訴されたことで、一連のオウム真理教事件の捜査は終結した。裁判員裁判による初公判は2015年1月16日に、東京地方裁判所で行われ、同年4月30日の判決公判では、全事件で有罪が認定され、求刑通り無期懲役の判決が言い渡された。江川紹子によると、交渉人、役場事務長の事件以外については特に謝罪はなかったという。同年5月1日、一審の判決を不服として、東京高等裁判所に控訴した。2016年9月7日、東京高裁は一審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。2018年1月18日付で、最高裁判所第2小法廷は高橋の上告を棄却する決定をした。これにより1.2 審の無期懲役判決が確定し、オウム真理教事件の一連の刑事裁判が終結することとなった。高橋は上告棄却決定を不服として異議申し立てを行ったが、最高裁第2小法廷は2018年1月25日付で、この異議申し立てを退ける決定をした。これにより、無期懲役判決が確定した。1995年の地下鉄、サリン事件の犯行時は、殺人罪、殺人未遂罪の控訴事項は15年であったが、共犯者の公判が約16年行われていたため刑事訴訟法254条2項の規定により、控訴事項は停止し、2010年4月に刑事訴訟法改正により、殺人罪の控訴事項が廃止され、捜査が継続していた。これにより、高橋に対する地下鉄、サリン事件の殺人罪での訴追が無期限で可能となった。1999年7月に発生した全日空61便ハイジャック事件のハイジャック犯は刃物を飛行機に持ち込む際の航空券予約において高橋克也の偽名を用いた。ありがとうございます。